皆さんこんばんは、パクユーです。今日はいつもと違ったアングルでお送りします。以前動画で紹介したこのミディキーボードの A88 なんですけれども、同じく動画で紹介したキーボードスタンドの上に乗せて、こんな感じでテーブルの前に配置してみました。かなりいい感じで作業がすごくはかどってます。このように毎週自分のチャンネルに動画をアップするだけじゃなくて、僕ももちろん普段から YouTube でいろんな動画を見て楽しんでるんですけれども、そんな中ちょっとこれやばいぞっていう楽曲に出会ったので、今回はその楽曲をご紹介して、どこがどうやばいのかっていうのを分析してみたいと思います。そのやばい楽曲、今ここにもこう映ってるんですけれども、期間限定で公式の YouTube チャンネルからフルバージョンの PV が配信されてますので、まずそちらをご覧いただいて、でこの動画に戻って続きを見ていただけると、これから先の話がより楽しめるんじゃないかなと思います。この動画の右上の情報ボタンから、このヤバい楽曲のフルバージョン PV に飛べるリンクがありますので、そちらからぜひご覧ください。まあ、ワンコーラスぐらい聴けばこの後の話十分楽しめるんじゃないかなと思います。それではどうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。欅坂46のデビュー曲サイレントマジョリティという曲でした。この欅坂46っていうグループは乃木坂46の妹分みたいなユニットらしいんですけれども、僕も事前の情報って全然持ってなくて、たまたま本当 YouTube でこううろうろしてたら、この動画がおすすめみたいな感じで出てきて、ちょっと聞いてみようかなと思って聞いてみたら、楽曲がめちゃめちゃかっこよくて、これやばいとちょっと衝撃を受けまして、この動画まで作っちゃったっていう感じですね。このサイレントマジョリティって曲、何がやばいか、2つやばいとこあるんですけれども、1つがサビの転調で、もう1つがサビのメロディーですね。多分お聞きいただいた方は同じような感想を持ったと思うんですけれども、僕も最初この曲聴いた時、サビ入った時に何が起きたんだと自分の耳を疑ったというか、本当にもう全く予想しない展開で曲が進んでいったので、かなりびっくりしました。なんかワンコーラス目はびっくりして終わっちゃって、で2コーラス目またサビが来た時に、あ、そうか、こういう曲なのかってやっとこう理解したっていう。でその後はなんかちょっと癖になっちゃって、何回もこう頭の中で回ってるっていう、今そんな感じです。サビでびっくりするっていうのには理由がありまして、この曲ね、サビの前とサビとで転調、曲のキーが変わってるんですけれども、この転調がかなりトリッキーな転調になってるんですね。ちょっとそのトリッキーな転調部分、聞いてみましょうか。これ今 B メロですね。この後サビに行きます。はい、こんな感じですね。転調キーを変えるっていうのにも、まあこのキーからこのキーは行きやすくてとか、こうまあいろいろあって、J-POP でよく使われるような転調、半音上がったり、全音1音分上がったり、あとは単3度、上がったりって、まあ何個かパターンがあるんですけれども、この転調はそのパターンには当てはまらない転調でして、かなり、難しい転調をしてるんですけれども、それを違和感なく聞かせるいろんな仕掛けが、この、B メロからサビへの転調の部分にこうぎっしり詰まってるんですね。まず一つ目の仕掛けっていうのが、すごく特徴的な、シンセのフレーズですね。B メロからサビにこう転調するとこにこうまたがるような形で、すごくこう耳に残るようなフレーズが入ってます。
ちょっとそこをもう一回聞いてみますね。このフレーズですね。この、シンセのフレーズにすごく説得力があるので、転調が違和感なく聞けるっていうのが一つあります。二つ目が、B メロからサビにまたがるフレーズが、変拍子になってるんですね。今まではずっとこう、4分の4拍子、1、2、3、4、2、2、3、4っていう、この拍子で来てたところが、B メロからサビへの転調の部分だけ、タッタッタン、タッ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 タンっていう、こう、1、2、3、1、2、3、4という、変わった拍子になってます。この、変拍子があることで、聴いてる人は、まずその、拍子が変わったっていうところにびっくりして、そこに耳が行くんですね。で、そこに耳が行って、おってこう、ちょっと引っかかってる間に、実は裏ではもっと大胆な仕掛け、大胆な転調が行われていて、気づいた時にはもう次のキーに入ってる、次の調に入ってると。結果的にスムーズに転調を受け入れられるような流れができてるみたいな、そんな仕組みになってるんじゃないかなと僕は思いました。三つ目の仕掛けっていうのが、この曲の一番最初のメロディーの音とサビの一番最初の音っていうのが一緒の音になってるんですね。このソシャープの音なんですけれども、人が溢れるっていうこのヒの音と、あとは君は君らしくっていうこのキーの音、この音が一緒なんですよ。この始まりの音が一緒であることで、キーはガラッと変わるんだけど、一本こう筋が通る、その転調も一つのこう曲の中の流れとして受け入れられると、そんな効果があるんじゃないかなと僕は思いました。あとはですね、その、B メロからサビにかけての小節にいろんなその効果音的な、フレーズが散りばめられていて、こうカオス状態をすごくこう作り出してるんですね。そのことで、転調をこう違和感なく聞かせてるみたいな、そういうところはあると思います。まず一つ目の転調がすごいっていうところを解説しました。次に二つ目のメロディーがすごいって、これはね、ちょっと口で説明するのは、難しいんですけれども、僕はこの曲に似てる、この曲のサビに似てる曲っていうのをあんま聞いた記憶がない、パッと浮かばないですね。それぐらい斬新なメロディーラインなんじゃないかなと思いました。なんかまだこんなメロディーが残ってたのかみたいな、同じその曲を作る立場の人間としてはやられたなっていう感じがすごくあります。で、この曲のメロディー、前半部分が、結構その女性の、音域にしては低いところでこうもごもごと動くフレーズになってるんですけれども、そこから最終的には、女性が使える一般的な音域をこうフルに使って、駆け上がっていくみたいな、こう上昇していくみたいなところがすごく気持ちいい構成になってますね。これ以上音域が広くなると歌いづらくなってしまったり、なんかちょっとキャッチーじゃなくなっちゃったりとか、しちゃうんですけれども、その辺のこう、基本的な部分はさすがしっかり抑えられてるなっていう感じです。ちなみに僕の作る曲っていうのは結構音域広くなっちゃう傾向がありまして、最新の配信曲の桜っていう曲ですと、最低音が強がりばかりのこのラミで、最高音が今度会えたら話せ、このせーっていう音が最高音なので、2オクターブと1音っていうめちゃくちゃな音域になってます。これ僕が、裏声を使った高い音域を歌うのが結構好きで、
こうどん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 曲作っていってこうサビ盛り上がっていくともうヒャーってこう上がっちゃうみたいな、そういうあの癖というか特徴があって、あのそんな曲になっちゃうんですけれど、これも一つ のパクユーらしさだと捉えていただいて、あの愛してもらえたら嬉しいなと思います。まあ、曲の部分を長々とこう分析してみましたが、歌詞に関してもやっぱデビューシングルっていうだけあってかなり力が入ってるなっていう感じがしました。まあ、僕は秋元康さんの書く歌詞すごく好きで、アイドル歌謡的な曲だけじゃなくて、まあ普通のこう、アーティスティックな、シンガーに提供するような歌詞も秋元康さんの歌詞いっぱいいい歌詞あるんですけれども、だいたいあの人が最近の AKB グループで書いてる曲っていうのはもう大きく分けて2つ、1つが自転車に乗って片思いする曲、まあたまにバスだったりとかするんですけど、そういう片思いソングと、もう1つがなんか大人に対してすごい怒ってるみたいな、こんな大人にはなるな、こんな大人にはならないぜみたいな、このサイレントマジョリティっていう曲はこの後者の大人に対して怒ってる曲ですね。結構曲によってはなんかすごい怒ってるポーズだけ撮ってて中身あんまりないなみたいな曲もあったりするんですけれども、この曲はそのタイトルにもなってるサイレントマジョリティっていうそのテーマがすごくこう具体的に掘り下げられてて、こういう人たちにはなりたくない、こういう人たちにはなるなよ、こういう大人の言うことは聞くなよみたいな、明確に具体的に書かれてることで、すごくこうパワフルにこうメッセージが届いてくるかなっていう感じは受けました。楽曲のメッセージとしてはその他大勢になるなっていうメッセージなんですけれども、この PV があえてその他大勢っていうのを意識して作られてるなっていう風に思いまして、もちろんそのゾロってこう女の子がいっぱい集まって同じ服着て同じようなそのフォーメーションダンスをしてっていうのが この姿っていうのは曲で言うところのこういう人にはなるなよっていうのがこう現れてる、そこの矛盾っていうのが面白いなっていう風に思いましたね。もしかしたら、デビューして、まだみんなその個性っていうのは見えてこないけれども、こっから、どんどん垢抜けてって個性がこう花開いていってサイレントマジョリティじゃなくなっていくんだぜみたいな、そういうような意味合いもあるのかななんて深読みして楽しめました。いかがでしたでしょうか。欅坂46のサイレントマジョリティっていう曲を分析してみましたが、楽しかったよっていう感想ですとか、あと僕が言ってることに対していやここはこうなんじゃないのっていう別の意見だったりとか、そういうの何でもコメントにいただけると嬉しいです。またこれは掘り下げたいという楽曲に出会った時には楽曲分析の動画上げようかなと思います。今回ちょっと長くなりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と、タンブラーのブックマークよろしくお願いします。ありがとうございました。